ガザミグモ、ピースティアスアンジェラタスは比較的大柄なカニグモかのクモで腹部は左右に広い。ただしオスはむしろ小さい。全体に脳褐色のカニグモ。性的2型は大きさの差として明瞭に見られ、体長はメスで8.5から12.1ミ、mm、リメートル、オスでは3.6から5.3ミ、mm、リメートルとオスがはるかに小さい。メスでは 廃校は脳褐色で、気褐色の反紋がある。上顎、下顎、胸板は高褐色で、下顎の先端部と下唇は脳褐色、それらにいずれも黄色の小さい反紋がある。ふわしは、第1脚、第2脚は全体に黒褐色だが、先端近くは色が薄くなる。第3、第4脚は色が薄くて単高褐色で、 第四脚の膝節と強節色が濃くて淡い色の反紋が入る。腹部の背面は地色が褐色で、そこに白と黒褐色の山形の反紋が入る。腹部の覆面には数体の筋点が褐色を呈して並んでいる。糸イ,イボは褐色になっている。オスの場合、全体に暗褐色で、メイキと第三、第四脚の桃節が黄色となっている。背後は、 幅が広い。八眼二列の目はいずれも大きさがほぼ同じで、前列と後列の間に隆起がある。中眼域はほぼ正方形ながら、やや縦長となっている。また、前眼列では、中眼と側眼の間より、中眼同士の間隔が、後列ではなく、真中いより、中眼と側眼の間の方が、わずかに長い。下顎、下唇は共に長く、 下唇の長さは、下顎の半分を超える。ふわしは横に長く伸び、第一、第二脚が後ろ二脚よりずっと長い。腹部は、後方が幅広くなっており、上から見ると三角形に見える。和名に関しては、カニグモの中でも足が長くてかドバった感じがカニの中のガザミを思わせる、ということによる。本種のメスはカニグモの中ではとても大柄なものである。 カニグモ類での普通種である花グモや闇色カニグモは、そのメスの体長が6から8ミリメートル程度であり、本種よりかなり小さい。本種と体長の数値で肩を並べるのは、若葉グモのメスが12から13ミリメートルで本種と、同程度かやや大きな値となっている。しかしこの種は、カニグモ類では、例外的に腹部が縦長な形をとっているのに、対して、本種の腹部は、 横幅の方が広いくらいであり、それで同じ程度の体調であるから、本種の方がずっと大きく見える。低木や草の葉の上、あるいは花のそばなどで獲物を待ち伏せる。しばしば蝶や蜜蜂など、本体より大きな獲物を捕らえるのを見かける。晩春から初夏に生態が出現し、越冬は妖精で行われる。越冬は樹皮化などで行われる。 冬に行われる松の薪原に潜り込んでいるのも見られ、あ生イが多く、妖精や生態も見られる。中央アジアのカザフスタンから日本にかけて分布域があり、日本国内では北海道から九州まで広く分布する。山地の森林や林園に生息する。林園の下草や草地の葉の上に見られる。人里にはあまり出てこないもののようである。本種の所属する。 ガザミグモ族には、オノヘンチョによると世界に10種が知られるが、実際にこの族に所属すべきものは2種しかないという。日本には本種があるのみである。もう1種は本族のタイプ種である P トランケイテスで、この種は旧北区に広く分布する。なお、かつては日本のものはこの種であると判断されていた。 カニグモカには他にも多くの種があるが、本種はその中で特に大きいこと、及び、腹部の三角形っぽさがはっきりしていることなどで、区別は容易である。以下、種として、岡田ほか、P382 尾野辺町、P528 浅間ほか、P62 以下、種として、尾野、小形、P565 池田2019年11月8日閲覧、浅間ほか、 P62 尾の変調、P 五 P528 尾の変調、P 五 P528 尾の変調、P 五 P528 やぎ沼、P100。ありがとうございます。